皆さんこんにちは、初心者のための草笛の演奏をいたします。草笛の音の出し方については私が前回パート1パート2で、ご説明しておりますので、で音が出るようになった方々がどのようにして演奏するか、その演奏の仕方、演奏の練習を、進めていきたいと思います。最初は優しい曲から始めます。そうすることによって、次第に皆さんも上達していくことができるでしょう。で最初に、童謡の中から、キラキラ星、ロンドン橋、おもちゃのマーチ、そしてどんぐりコロコロをご用意しておきましたので、それを練習してみてください。で初めに私がちょっと模範的な演奏して、で最後に同じように伴奏4曲、入れておきますので、それぞれその伴奏を聴きながら、練習に励んでいただきたいと思います。それでは初めにキラキラ星です。続いてロンドン橋を演奏します。それでは続いておもちゃのマーチです。続いてどんぐりコロコロです。
このような感じで、練習をいたしましょう。それでは皆さんまた。さよなら、さよなら、さよなら。